調子乗ってる。いや、調子乗ってるぐらい。調子乗ってる回がいいんですか。うん。すげえ言われるからな、調子乗ってるって。うんうん。じゃあ、ツイキャス始めましょうか。はい。どんな時にご褒美するか、俺ご褒美しないか分かんないんだよ。ご褒美しないですか。しない。っていうか意識してしない。なんでしょうかね。教えてね、あくん。はい。時刻は8時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。2月2日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。ギノワン市旧名ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、金曜日担当私マナミンと山内です。はい、よろしくお願いします。暗いですね。暗いですか。今日ちょっと頑張ったというか。そうなんですか。はい。今もうマックスですか。マックスではない。はい、はい、モーニングエイト始まりました。はい、はい、おはようございます。おはようございます。今日晴れましたね。はい、やっと晴れが見えました。金曜日ずっとね、あなたが担当して雨だったですけど、はい、晴れましたね。はい、よかったですね。晴れ女って言われてたのに雨が。ちゃんと今日は綺麗に水平線が見えます ね。こんなに綺麗に見えると。うん、さて、はい、マナミンさん、はい、いろいろ行ってきた話をしたいと。あ、はい、週末、はい、先週に、うん、この、まあ、先週のモーニングエイトで宣言した通り宣言した、はいはい、花と食のカーニバル、うん、あ、花と食のフェスティバル、うん、とあと北部のチューリップ祭り、うん、チューリップ祭り行ってきました。海洋博のね。海洋博、うん、はい。じゃあチューリップ祭りはどうでしたか。はい、チューリップ祭りなんですけど、うん、その日最終日だったんですよ実は。おうおうおう。で、最終日のしかもギリギリに行ったんですよ。ギリギリに。夜12時とか。あ、違います。5時半くらいに閉まるんですよあっち。の4時半過ぎくらいに行って、で5時が多分最終入場みたいな感じで、うんうん、一応ギリギリで入って。うん、で2月3日から多分洋蘭博覧会が始まるんですよ。でも蘭がすでに飾られてる状態で、うん、だから洋蘭博覧会もなんか先に見ちゃったみたいな感じに最初蘭しかなくて、それこそ、はいはい、チューリップどこみたいな感じになって、でチューリップ最後にあったんですよ。ドンと来て、チューリップいっぱいあった。チューリップすごかったです。本当ですか。はい、何色のあれがあるんですか。もう色すごいですよ。白から黄色から紫から、うん、もう本当にカラフル。紫もあるの。紫もありました。で種類もたくさんあったんですよ、うん、なんか名前チューリップに種類がいっぱいあるわけ。はい、なんか咲き方というか、うん、なんか 花の大きさとか、うん、この茎の長さとか、うん、もう種類によって違うんですよ。うん、ね、うん、で結構来てましたよお客さんも。本当ですか。はい、本当になんかもうでハートになってるんですよ。チューリップがハート型に植えられてて、はいはいはい、それを外人のカップルが自撮りしてるのを見て、すごい生えてる。あなた自撮りしなかったの。自撮りしなかった。しなかった。そうですか、はい、してからに。してからに。あ、でちゃんと山内さんが言っていた、うん、ピラルク見ました。もう見てきました。はい、どうでした。すごいなんか暗いところにいますねピラルク。そう
じゃあ最初通り過ぎようとして、うん、なんか例えばピラルク見てないってなって、うん、どうせだったら探そうみたいな感じで、うん、たまたまチューリップの近くにあったんですよ、このピラルクがいる場所。あ、そうなんだ。うんうん、で、で危うくちょっと通り過ぎそうになって、うん、あ、ここじゃないって言って中入ったらいたんですけど、うん、あれ何ですか、深海魚？深海魚じゃないですよ。あれ川にいる。川とか、川にいます。そうそう、淡水の魚です、淡水では世界一の大きさかな。すごい大きかったですね。でしょ、かっこよかった、ね、なんかかっこよくはない、なんでなんかかっこいいというよりは、うん、あれ なんだろう、グロい、グロくもなくちょっと普通不思議な普通不思議な生き物あれはずっと昔から形を変えてないんです、うん、変えたったでしょ、はい、生きた化石って、うん、その通りです。鱗がすごかったですね。でしょ、光ってましたね。かっこいいじゃん、うん、かっこいいかなアマゾン側にいるやつって。そうそうそう、うーん、そうです。してアマゾンはい、して花と食のフェスティバル、うん、あれ結構大きなイベントで、うん、でまあやっぱ花と食はちゃんと別の場所にあった、ありました。聞いた、なんで一緒にしてるんですかって。一緒にしてるんですかは聞かなかったんですけど、うん、でもあの割合で言えば食の方が断然多かったです、うん、それはそうだろう。で 花が私が思ってたような花じゃなくて、あの植木市みたいな感じなんか売ってるあの観葉植物とか、はいはいはい、花の苗とかを地味系、ね、売ってる感じ、うんうん、もっとわーって花があると思った。はい、この日曜日、土曜日にその花と食のフェスティバル行って、うん、日曜日にこの北部の海洋博行ったんですけど、うん、海洋博はやっぱこの花のカーニバルみたいなやつもやってて、はいはいはい、もうすごい花がたくさんところどころに植えられてるみたいな感じだったんですけど、ね、うん、なんかこの花と食のフェスティバルはこの飾られてるではなく、うん、まあ見た限りでは売られている、私が売られているでした。へえ、やっぱね、あなたの話聞いても、はい、行きたいと一向に思わないですね。思いますよ。思わないよ。あ、食の話をしてないからですか。食の話はもういいんじゃないですか。まあまあまあ、後日。時間もね、ないし。そうですね。はい、後日。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、今日はそんなまなみんですけども、はい、今日のテーマいきましょう。今日のテーマは自分へのご褒美。はい、自分へのご褒美でございます。皆さん、自分へのご褒美、これね、もうちょっとね、いろいろと、うん、あると思いますが、まずは何をあげますかとか、うん、どんなシーンで、そう、どんな時にやるのっていうのとかね、うん、ぜひぜひ、はい、自分へのご褒美でお待ちしております。はい、はいはい、そしてこの番組では皆様からのリクエストやメッセージも募集しています。はい、今日のテーマは自分へのご褒美です、うん、なのでメールアドレス797@fmginowan.com までメッセージお待ちしております。はい、また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。うん、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動しています。たくさんツイートしてくださいね。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみください。はい、ということで今日のテーマは自分へのご褒美となります。うん、それでは今日も楽しくお送りしていきます。そうですか。楽しく、はい、楽しくお送りしていきますよ。はい、楽しく、これから、これから CM 明けから、 CM 明けかな。はい、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、本日のオープニングナンバー、テイラー・スウィフトで You Belong With Me です。Good.
きてるじゃないですか。自分なりに楽しいんですよ。表現者にしようか。で言えば、はい、椎名ちゃんも天然だし、うん、多分まなみも天然です。天然それもテーマにしようと思ったんですよ。天然って何？天然って何だろう。私もたまに言われるんですけど、天然って、うん、自分では思わないんですよ。で、私から見てこの人天然って思う人もいるから、天然じゃない。何を言ってんだ。私は天然じゃない。うん、うん、私がこの天然って思う子がいるじゃないですか、うん、私はこの子みたいな感じ。私が思う天然な子はこの子。私はそれじゃないから天然じゃない。何言ってんだ。ちょっと通じない。通じない、うん、もっとお腹から声出してください。お腹からで、ワントーン上げてください。はい、上げてワントーン上げる。おはようございます。おはようございます。そう、おはようございます。そう。あ、説明が下手な人。もうまさにだよ。説明が下手なのは否定できないので、あなた、突っ込まれないといけないのに突っ込まれるのが嫌っていうのが不思議だな。あと、ぼーっとしてる人が、ぼーっとしてる、うん、あ、自分語。さっき子は天然だと思う。はい、さっき子は天然じゃない気がします。うちで言えば誰だろう。今日のテーマは自分へのご褒美です。おはもっこりが来ましたね。じゃあ曲明け、ツイキャスとおしゃべりをしましょう。はい、青塚健二さん。お、健ちゃん。あー、だから用の使い方ちょっと違うんですよ。なんか時刻は8時12分を回りました。モーニング8。金曜日、マナミンと、はい、山内がお送りしてます。はいよ。さて、ですね、ツイキャスにたくさん来ておりますよ。はい、どこから、どこから。天然記念物の話からあれですよね。さっき天然の話になりましたね。そう、あのターカーさんが、はい、FM 技能案では、天然記念物は誰ですかということで、誰だろうか、いますか。スタッフはいないな。あのモーニング8で言えば、このあなたが代打している金曜日の、はい、椎名ちゃんはかなりのものだと思いますよ、はい。話が通じない人が天然ですね。話が通じない、うん、うん、要するに一般の流れだとこの話の後にこんな展開だよねっていうのがあるじゃないですか、はい、そのセオリーが全くないっていう。あ、読めない方向に行くってことですか。そう、話が、そう、
だからとっても疲れます、天然のこと喋るの。嫌な感じですか？嫌ではない。疲れる。嫌です。嫌。それは嫌です。バッサリ。もう疲れますから、ね。あの別に普通に喋る分には疲れないよ。はい、ラジオで喋るのが疲れるんです。はい、思い通りにいかないからってことですか？そうですそうです。思い通りっていうか。自分のこの、まあ、進むはずの方向に進まないから。そうそう、このトークの展開とかがあるじゃないですか。はい。でこういう天然の人って間を恐れないんですよ、はい、あだからあなたも間を恐れないんですよ、はい、恐れないです。もう僕は怖くてしょうがないからすぐこうなんか言わんとみたいな間ができちゃうんですよいつも。これは友達とかもですか？友達とも、誰と話しててもじゃ考えてるんです。頭で多分考える時間があるんですよ。回転が遅いってこと？回転遅いわけではない。わけではない遅いんですかね、じゃあ。遅いと思います。タカさん、そんなタカさん、おはようございます。今日も寒いですが頑張ってくださいね。マサオさん、おはよう。エコザエルさんも来てます、おはようございます。ミッキーさん、おはようです。東京からミッキーです。雪のために早めの出社。今日は挨拶だけです。明るく元気に行こうということですね。ですね、あとは石倉さん、はい、おはもっこり。今日のテーマなんぞやって。今日のテーマは、自分へのご褒美です。そうです、そしてマスオさん、これ天然に関して。天然に関して、はい。ぼーっとしてるのにたまに思いがけないことを言う人。あいますね。説明が下手な人。説明が下手な部分は否定できないです、私は。そうですね、はい。でも天然はまだ認めたくない。そうなのです、はい。大塚健二さん、おはようございます。私は天然ではない。私は天然ではない。俺は酔ってないという私と同じですね。だからよ、だからよの使い方がな、変だよな。ちょっと惜しい。ちょっとじゃない。だいぶ違う、はい。そして石ころさん、木曜日のゆきさんもじゃないって。ゆき、そうだね、ゆきもだね。あ、そうなんですね。確かに。マサさん、ふふふって笑う人は天然っぽいよね。笑い方も、うん、ふふふって笑う人、あなたじゃないですか。これは仕方ない。だから天然さ。これは天然の証拠ですか？証拠です。初めて言われましたね。フフフって笑うから天然って新しい。でも言われるでしょ。天然っては確かに言われるんですけど。結構言われるでしょ。結構ではない。新しい環境に行くたびに必ず言われるでしょ。あ、必ず一応言われますね、その環境で。もう完全に天然です。僕誰にも一回も天然だねって言われたことないですからね。おー、天然じゃない。天然じゃない、こういう人は天然じゃないんです。どういう人？僕みたいに言われたことがないという人。おお、言ってないかだけかもしれない。あんだけキモいキモい言われるのに天然じゃねえとは言われんもん。まあ、うん、はい。ですね、石ころさんから来てます。頭の回転数は速くても、ギアが一足だからなかなか進まんって感じ、マナミ。なるほど、うん。頭はフル回転なんですよ。じゃあそれを出すのが問題。じゃあフル回転でも、はい、ゆっくり回転してるけど、あなたは、はい、あなたにとってはフル回転でも、はい、これからしたらゆっくり回転してる。人と違う、このさあ自分のあれですね。だから僕の頭のこの回転をあなたにあげたら、はい、もうあなたブーってなって、はい、くるくるパーになる。くるくるパーになる、うん。あ、自分の頭じゃ抱えきれないくらい。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですか？はい。大塚健二さん、山内、マナミンさん、マナミンタイムがあるからすぐ答えを求めないで。そうです。うん。でもあまり
あんまり待ちすぎるとあれですね。そうそうそう、山内さんは不安になる。ちゃちゃちゃ、これはね、はい、基本ラジオなんです。ラジオ。まあまあまあ、そうです。そうそう、普段だったら僕もこんな感じじゃないじゃないですか、喋、はい、るとき。そうですね、そうそうそう、基本的な、ま、これは会議じゃありません。はい、はい、何ですか。ラジオです。ラジオ、はい。なので、はい、よろしくお願いします。ダブル回転でいきます。はい、今日のテーマは、なんだっけ、自分へのご褒美。そうそうそう、自分へのご褒美でございます。はい、皆さんぜひですね、メールコメントお待ちしております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、皆さん参加して一緒に楽しんでください。はい、よ。天然はじゃあ認めるべきですか。どっちでも自分の好きなように。時刻は8時20分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気から。本日2月2日曇りのち雨ですね。北東の風やや強く、のち北の風やや強く、曇り夜遅く雨、うん、波の高さ3メートル。雨降るんだね夜。はい、嫌ですね。こんなに晴れてるのに降るんです ね。降水確率が午前中、お昼12時までが 10%、 お昼12時から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜12時までが 50%。 高くなりますね。夜にかけて、はい、どんどん高くなっていきますね。うん、明日も雨ということなので、はいはい、ってことはまた土日が土日雨っぽいですね。そうですね、しかもちょっと冷えますね。ああ日曜日がね、はい、最高気温が14度です。あ、最低が11度。え、月曜日も寒い。今日の最高気温は19度。うん、まあまああったかいね。あったかい。でも朝寒かったよね。寒いです。はい、ちゃスタジオも、スタジオも寒い入った瞬間。うん、そんな。沖縄本島の沿岸の海域では3日にかけて波が高い見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してくださいとのことです。波も高いんですね、やっぱ風があるので、うん、はい、ということです。お天気は、はい、はい、続いて道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路ですが、那覇インターチェンジの出口で渋滞が起きています。那覇インターチェンジ出口渋滞となっております。そして故障車も出ています。石川インターチェンジ付近、これは那覇向けで故障車、石川インターチェンジ付近那覇向けで故障車が出ています。皆さん気をつけて通行してくださいね。そして、一般道ですが、国道330号、維新田から漬けらんにかけて渋滞、これ来館向け、ここいつもだな。そうですね、維新田から漬けらんにかけて渋滞起きています。ですね、また県道34号、前原交差点から大蛇名交差点にかけて、渋滞、これね、両方向とも渋滞となっております。特に前原交差点ひどいですね、長い渋滞が続いています。これ両方向ともでございます。そして、国道330号、大平ジャンクションから古島ジャンクションまで長い渋滞と混雑が続いています。那覇向け大平ジャンクションから古島ジャンクションまで長い渋滞続いております。皆さん気をつけてください。そして、国道58号線牧港からぐすくままで那覇向け渋滞となっております。うん、さああちこちで今日も渋滞しております。はい、ぜひね、安全運転でよろしくお願いしたいですね。そうですね、事故も最近多いので。多いね。はい、何なの。うん、なんか事故が多い時ってそういえばあるな。ありますよね。うん、なんででしょう。天気が悪かったからですか、最近雨。そうだね。うん、ということにしましょう。はい、
以上お天気道路交通今日のスタジオからの、はい、眺めですね、はい、今日はすごいとても晴れて今日差しもねえ日向ぼっこしたいね、はい、あ日向ぼっこいいですね、うん、そのままに今日だと多分あったかいですよきっと。水平線も綺麗に見えて向こう側に大きな船が見えます。本当だ、はい、おいいですね、うん、なんか金曜日はこう1週間の疲れがドドッとくるからあれだね、はい、皆さんも本当に眠たくなったり、はい、ちょっとぼーっとしたりするでしょうが、うん、今日で、はい、休みに入る人も多いと思いますので、はい、張り切って楽しく乗り切れたらいいですね。そうですね、頑張りましょう以上お天気道路交通情報をお伝えしました。さあここで曲をお届けします。帰りみのぐでダンシン。今日テーマ天然じゃないですよん。テーマ天然にするテ テーマ天然でやったら楽しそうです。楽しそう、ね、盛り上がりがリクエストバリバリ最強ナンバーワン。なんだろう、調べましょうね。バリバリ最強ナンバーワン。そう、天然の人って大体ガージュなの。ガージュってもうなんていうの、曲げない。あー、頑固ってことですか。そう、あ、私多分頑固ですね。うん、もうだから天然だわけどういうことですか。まさに本当に頑固だよね、天然の人。バリバリ最強ナンバーワンないです。石黒さん、ごめんなさい。ぜひ他のリクエストしてください、はい、そう、天然って言われて天然なんですよっていう人は天然じゃないんですよね。でもあまりにも天然で言われてる人はさすがに自分で分かるんだよ、はい、やっぱ私ってちょっと天然なんだな。しぶしぶ認めるみたいな感じですか。しぶしぶ認め続けてて、はいはい、もう逆にこれ売ろうと思って言ってる。あー、だから天然キャラで通すってことですか。そうそう、大塚健二さんが最初、はい、ハゲ始めた時絶対悩んだはずだけ、はい、うん、俺ハゲてるさそれがだんだんハゲハゲ言われてきて、あ、キャラにしようっていう。ああ、そうそう、そこの転換。そうそうそう大塚健二さんに例えるです。上手でしょ。ね、ナルトラさんが山内さんがマナミに合わせてるねって。それはそうですよ私はだいぶじゃあ振り回してますはい、だいぶね、うん、だいぶマナミガージュですよ。ガージュ、ガージュだよね。ガージュなんでしょうかね、多分。あ、でもだと思います。頑固ですね。頑固だよね、はい。まだ頑固さが出てないだけで。あ、十分伝わってますよ。お、高松真由さん、おはようございます。コインがめっちゃ来てる。ありますよ、書きますね、石黒さん。あ、言葉の間違いも天然、うん、養殖、養殖欲しいって
時刻は8時29分を回りました。モーニング8金曜日、マナミンと山内がお送りしております。今日のテーマは、お、よくなってきましたね、はい、自分へのご褒美はい、自分へのご褒美、はい、皆さん今日もメールお待ちしております。全然自分へのご褒美ネタが来ないねコメントも、あの天然の話で盛り上がっちゃったそうですね、天然を他のテーマにしようとしてたのに今日で盛り上がっちゃって、うん、他の曜日でね、やりましょう、はい、はいはい、じゃあメールアドレスは 797@fmginowan.com です。お待ちしております。はい、それではこのコーナー、今日は何の日のコーナーいきます。いきます、はい、まずは沖縄手帳からご紹介します。はい、本日2月2日金曜日、きのと牛、旧暦12月17日、うん、満潮時刻が8時47分、20時28分、干潮時刻が2時21分、14時34分です、うん。今日の出来事ですが、本島中北部に降雪、1844年、あ、雪が降った、なんかこの時期雪が降ったっていうこの過去の出来事多いみたいですね。多いね、はい、30日、1月30日も本島南部で降雪の記録っていうのがある。1月30日、はい、いつだ、水曜日、1857年の話です。でもうん、昔は降ってたんですかね。昔はよく降ったんじゃないですかね沖縄も雪が降る場所だったのかもしれないですね。違いますね全否定違いますいや、そこんな、なんか珍しいから乗ってるんです、はい、珍しいから乗ってる1800、はい、何年、1857年が本島南部で、1844年の今日が中北部。ほら10年ぐらい空いてるでしょ。はい、うん、ああそっか。で沖縄で言えばほら一昨年ぐらいだっけ、はい、雪降ったじゃん。あ、はい、降りましたね。でしょ。で今年もあられ、あられ降ったね、が降ったみたいですね、うん、見れなかったんですけど。昨日とかさ夜帰りながら、はい、雪降ればいいのにってめっちゃ思いましたけどね、うんうん、そうですかもう暖かくなってもいいのになって思いつつ。あなたあれですか、はい、なんだっけ、寒いの苦手ですか。寒い方が好きです、むしろ。でも雪は、でも暖かくなった方がいい。あのちょうどいい暖かさがあるじゃないですか、はいはいはい、寒くもなく暖かく。わがままバージョンね。違う、わがままではないですよわがままではない。あのちょうどいいくらいの気温が来たらなと思って。はいはい、だからわがままバージョンです。わがままバージョンではないですよ。ではない、はい、あ、なるほど、としときますはい、あと一つあるんです、うん、日本兵横井翔一、グアムより帰還、1972年。うん、うんうん、さっき調べました。横井さんはあれですよね、あの戦争でずっとこのグアムで、うん、戦争が終わった後もずっと気づかずにね、気づかずに過ごしてた方なんですよね、うん、がやっと日本に帰還、帰ってきた、はい、もう気持ちどうなんだろう ね、 ね、終わってたよって、この何十年も、うん、愕然としますよ ね、 ね、このだ、その間にその文化とかも多分変わってる、文化というか いろいろ変わってるじゃないですか。変わってるし、うん、このまあ20年ぐらいジャングルに潜んでたとしたら、はい、その20年で年も取ってますから、はい、返せってなるような。そうですよね、うん、もっと早く教えてくれればみたいな感じですよね。 そうその20年の間でその人ももしかしたらもっと違うことができたじゃないですか、うん、20年って結構大きいじゃないですか。結構大きいよ。なんかかわいそうな、なんかもう、ね、もっと早く教えてあげればはい、はい、では、うん、ネットから、はいはい、今日は何の日、うん、なんですが、国際航空業務再開の日、うん、
とはどういう。ですね、はい、戦後禁止されていた国際航空業務が再開され、うん、日本航空初の国際線東京ホノルルサンフランシスコ線が就航した日、1954年の今日、うん、これだから戦争になったらやっぱりそういうのも全部こう日常じゃ禁止されてしまう、そうなくなるんだね、うん、へえ、うん、超能力者のユリ・ゲラーが来日し、民放テレビ各社の番組に出演、1974年、うん、うん、ユリ・ゲラースプーンの人ですよね。そうよくわかるの、はい、好き。好きではないです。超能力好き。超能力もそこまで、あ、でも嫌いではない。あると思う。あるとは思います。よし徹子の部屋が放送開始、1976年の今日。はい、徹子の部屋わかります？はい、わかります。結構見てましたよ。そうなの？はい、たまに。え、結構たまにこのまあまあまあファンまではいかないですけど、あの徹子の部屋芸人とかあるじゃないですか、特集。あれも見たりして、うん、でちゃんと実際のこの徹子の部屋も見て、なんかあの返しが面白いなと思って。面白いね。はい、はい、じゃあ誕生花いきましょう。はい、誕生花はボケ、うん、ボケの花、ボケっていう花、うん、で花言葉が平凡なんかすごい辛く当たるね花言葉ってもっとなんか希望にあふれたじゃないですけど、ね、ポジティブなやつが多いかと思いきや、うん、平凡。花の名前もボケボケっていう花があるんですね。ね、うーん、はい、以上、今日は何の日のコーナーでした。さあ、ここで一曲お届けします。石ころさんリクエスト、ライズで Why I'm Me。 さすがマナミンですね天然ボケ今日天然ボケのテーマすればよかったね。ですね。花言葉も全部あってたね。そうですね。あ、でも全然ご褒美の話してないですよね。してない。そっか。しかも CM 明けもあなたのコーナーですよ。はい。あ、今日はちゃんと話すのがあるので、浦添2つくらいですか。何個でもいい、うん、あ、何個でもって10個とかが来ない時間もないから、うん、ボケで平凡。お、やっぱさん、おはようございます。やっぱさん、やかさん、なんかリクエストしてください。山さん、あ、ご褒美、ビールにうまいつまみ。うまいつまみは何ですか。うまいつまみ、私あれが好きです。チータラ。なんかチータラ。チーズタラ。チーズタラか、あの、あれです、ささみみたいな、カルパス、うん、何もピンときてないです。全然ピンときてない。一人暮らししてるときは自分のご褒美でチューハイ買ってました。今言うのさネタバレこれ丁寧やし仕方ない仕方ない。何が丁寧だから。あ、そうだ、丁寧だから。天然、これは天然というのか。なんというバージョン。コース、コーナー。
あ、そうそう、後で話したね、これね。ちゃんとコーナーがありますので。そうですね。マスオさんは分かりますよ。ジャッキーカルパスチーズタラ。ジャッキーカルパスって何？ジャッキーカルパスは、ジャッキーはよく分からないですけど、カルパス、あ、ユカッチ、確かにね。ユカッチじゃない、ユカッチじゃない、ユカッチですよ。やっぱさ、ずっとユカッチって言ってる。ユカッチ、ユカッチっていう最強の天然がいたんですよ。ラジオだけど喋らないっていう。途中で自分の意見を喋らなくなる。喋らなくなる。え、おお。ゆうこさんのリクエストはいつもかっこいいんで、ぜひ。確かにおっさんだね、中身ね。あ、それもたまに言われますね。おっさんだねって。はい。時刻は8時41分を回りました。モーニング8金曜日、マナミンと山内がお送りしております。はい、今日のテーマは自分へのご褒美です、うん、メールなどお待ちしております。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com です。ではコーナーですか。はい、はい、それでは毎週金曜日のこのコーナー、週末ユンタクトラベラー、テーマ忘れ、テーマ名ちょっと今書いてください。はい、ど忘れ、あ、書いてるんですよ。書いてるのに忘れるって何ですか。エコーに頭がいったんだろう。ちょっとだけ、はい、エコーはもう慣れてくるんですよ。はい、慣れます。はい、このコーナーはまあ金、今日が金曜日で週末が始まるということもあって、うん、私が個人的に行きたいと思ったり興味を持ったイベントやスポットなどを紹介していくコーナーです。はい、はい、今週なんですけど、うん、まず一つ私が参加すると決めたイベントがあるんです。はいはいはい、はい、私の地元浦添なんですが、浦添で手だこウォークっていうのを 毎年開催してるんですよ。手だこウォークに今年友達と参加することを決めまして、お、先月申し込みも終わって、うん、私は20キロのコースを歩きます。これ歩くだけですよね。歩くだけなんですけど、このコース、うん、コースごとにいろいろこのテーマというか違うんだ、場所、歩く場所が変わるんですよ。で、私が歩く20キロのコースだと、うん、なんとキャンプ金沢の中に入れるんです。いいね。はい、うん、で、まあ、20キロ歩いて、うん、ちゃんと漢方証とかももらえるんですよ。わかりますか、漢方証。まあ、あの、なんか歩き切ったねっていうことですよね。歩き切ったねっていう、ちゃんと。あ、じゃあ時間もあるの？制限時間も。制限時間一応あります。本当？でもなんか緩い感じで、実は一昨年くらいに5キロコースくらいの短いのをやったんですよ。で、あれもすごいゆるゆるゆる。物足りなかった。あれで、まあ、あの時は満足して、うん、で友達と今回じゃまたやろうってなって、うん、どのコース歩くってなった時に、うん、このキャンプ金沢
に入れるコースがあるみたいな感じでなって、で普段入れないじゃないですかやっぱり、うん、なのでこれを機に20キロだけど頑張って歩いてみようっていう、20キロ歩くなんて余裕でしょ。20キロは私は余裕なんですけど、友達はちょっと不安な感じでしたね。え、歩くんだよ。はい、余裕じゃん。はい、走らないからでも余裕ですよね。余裕だよね。でこれ一番長いコースが 42.195 キロがあるんですよ。あ、それはきついな。私はでも歩ける自信があるんです。それに出てくださいよ。じゃあで、なんかでもこの友達との会議の中で、うん、とりあえず20キロにしとこうっていう。じゃあ来年は一人ででもいいから 42.195 キロチャレンジしてくださいね。やりますかね、はい、うん、ということでこの手だこウォークは2月の3日4日、うん、ああ面白そうだね、あります、うん、それぞれ日にちごとにコースも異なるのでぜひ。あ、そうなの。そうなんですよ。日にちも、日にちごとにこの歩くコースも変わります。へえ、はい、そっか、いいですね、はいはい、ウォーキングもたまには、はい、はい、たくさん運動をしてきます。はい、はい、もう一つ、うん、いいですか。どうぞ。この宜野湾の情報で調べたら出てきたんですけど、うん、この昨日からキャンプが始まったじゃないですか、はいはいはい、でこの宜野湾はベイスターズが来てるかと思うんですが、うん、この宜野湾のそのベイスターズがキャンプしている海浜公園のところでフリーマーケットが明日あるみたい で、このフリーマーケットのチラシが、はい、なんか野球、あ、野球っぽくなってる。でもなんか野球のこと一切書いてないんですけど一応ワンニャン譲渡会もあるよ、かっこ予定、いいですね、っていうなんか、うん、なんかいいね、こういう手作りな感じの、はい、イベントっていうのも、はい、なんかでもいかにもなんか野球と関連してそうでしてない、うん、あそこはちょっとクレーム入れてる、うん、なんかあるのかなと思って、で最初このやちょっと野球関連のことなのかなと思いきや、はいはいはい、なんかフリーマーケットだよみたいな、あ、それがちょっとうんってなってる、うん、ってはなってないけどあ、ないのかで終わった感じです。はい、あれですよ、それのついでに、はい、やっぱね横浜、うん、観戦、なんていうんですかね、キャンプを見たり、うん、いろんなことができると思いますので、はい、あ、確かにベイスターズかっこいいにゃーって書いてありますだけいいな、なんかいいですね、こういうのいいですね、僕大好きですね、こういうのいいですよね、うん、私もフリーマーケット、あの花と食なんかよりずっといいですね。花と食も良かったですよ。あれも県内各地から美味しい、うん、このお店が集まってたので、うん、楽しかったんですけど、これも多分楽しいですね、ね、楽しそうだね、フリーマーケット、うん、こちらが2月3日明日の朝9時から12時午前中だけですね、短いいいですね。でちなみ に、まあ、この募集枠とかもあったんですけど、このフリーマーケットする側の方、うん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 、一区画500円だったらしいんですけど、うん、今日が参加締め切りだそうなので、なるほど、もしかしたら今日まだ、ね、やろうってなる人がいるかもしれない。そうだね、今日まだ、はい、受付可能かもしれないですので、かもしれない、ぜひね、はい、興味がある方は、はいはい、調べてみては、調べてみてくださいと思います。これ何で調べたらいいんですか。これは、うん、めっちゃマイクゴンって、失礼しました。宜野湾海浜公園フリーマーケットっていう名前で、うん、お問い合わせが宜野湾市立体育館だそうなので、うん、あ、でもまあ海浜公園で調べたら出てきます、ね、なるほど、はい、はい、マサオさん来てます、はい、関係ないはずなのに乗っかっちゃう精神は嫌いじゃない。本当よね、僕も大好きですこういうの、うん、乗っかってちょっと知名度上げとこうみたいな感じですか。そうそうそう、もうこういうの大好きですね、はい、いいですよね、うん、フリーマーケット私も一時期友達とやったりしてたので。おお、何を出したんですか。最近やってないんですけど、なんかこの自分の家にある使ってない、例えば、まあ、洋服であったり、うん、あと食器類、親からなんか家で使わなくてこの片付けしてた時にたくさん出てきたものとか、うん、あとぬいぐるみとか、で自分でぬいぐるみ買う人いた。買う人いましたよ。えっさ、で私も実際買いましたし、このいろいろいるじゃないですか、フリーマーケットしてるか。ぬいぐるみって汚っぽくない。いや、綺麗なのがちゃんと
ありますよ。自分のは綺麗だった？綺麗でした。出したやつ、はい、ちゃんと洗った。ちゃんとこのこれ出すって決めた時に、うん、母がちゃんとチェックしたんですよ。で、あ、はいはいはい、これちょっと汚いから出せないみたいな、うん、とかちゃんと選別が入ったので、うん、大丈夫。なるほど、はい、これいくらぐらい儲けたんですか？儲けたのどれくらいですかね。友達もみんなでやったので、うん、あんまり。でも5000円いくかいかないかとか。あ、そのもんだね、はい、うん、まあまあまあ、可愛らしい。可愛らしいですね、はい、いいな。フリーマーケットやってみたいな。うん、フリーマーケットぜひおすすめですよ。この家をちょっと片付けて、うん、出てきたいらないものとかでこれ売れそうって思ったものとか、ね、めっちゃ目玉のものを作りたいね、はい、目玉商品も。目玉商品テレビとかテレビ、あれでも確か、あ、そっか、場所によるんですかね。制限がありますよ、出せるものと出せないもの。あ、そうなんだ、はい、家電が出せなかった気がします。あ、そうなんだ、はい、なんかだ目玉を目玉出したいな。なんかないんですか、ちょっと旅行券とか。旅行券、あ、旅行券何円で売るんですかフリーマーケット、ね、なのに、ね、はい、はい、以上ですかね。はい、はい、以上週末ユンタクトラベラーのコーナーでした、うん、皆さんぜひ行ってみてください。はい、さあ白子さんのリクエストをおかけします。これね、マナミンにぴったり合う曲かな、はい、ということですよ。この曲好きですよ。お、そうですか、はいはい、じゃあ歌ってくださいね、はい、レイ・オービソンの Oh Pretty Woman。 あ、でもこれ2月3日明日か、明日行けないんですよね、これ、まあ、ね、歩くからフリマみんなやるんだね。やってみたいな。フリマーケット楽しいですよ。FM コサでフリーマーケットしたらどうですか？売るのある？ない。ないな。みんなで持ち寄るか。ああ、じゃあロビーで。ロビーで。か、表？表でやるんだったらいいかも。でもああいうとこやっていいんですか、そういえば。パーカーベニュー。もちろん。なんか関係ある？ん？なんかある？なんか、いろいろ警察に許可取らないといけないから、多分どうなんですかね。だから中でやるくらいがいいんですかね。マルシェって何だ。マルシェ、マルシェもあれです、フリーマーケット。フリーマーケットではないかな、マルシェ。何マルシェ。なんかああいう、なんて言うんですかね、屋台、屋台、屋台というか、お店がポン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 ってあって、まあ、食べ物売ったりとか。フリーマーケットってあれじゃないですか、この自分の古着とか売ったりとか。マルシェは多分ちゃんと商品売るやつです。うーん、商品出すやつ。はい、うーん、マルシェ。あと何だっけ、小座でやるのはいいかもしれないね、あの通りでね、うん、はい、やってみたい、うん、そう、チャタユーナイトマーケットすごかったよね。俺も大好きでしたね、あれ。 あっち、チャタンの、うーん、FM ギノワの放送枠いいね、チャタンのフリマ5000円。じゃあ、 あのお知らせ行こう。はい、2つね、これから。時刻は8時53分を回りました。ここでいくつかお知らせを挟みます。挟みますはい、はい、まず一つ、うん、宜野湾市障害学習フェスティバル2018、こちらが明日2月3日と、
日曜日4日に行われます、うん、場所が宜野湾市民会館中央公民館でして、舞台や展示あと体験などもすることができるそうです。あと出展コーナーもありますね。うん、はい、いいですね、はい、で時間が明日朝10時から、うん、オープニングセレモニーが始まりまして、夕方5時まで、で4日日曜日は朝の9時から夕方4時まで行われるそうです。うーん、はい、障害学習フェスティバルはね、いろんなところでやってますけど、はい、楽しいですからね、はい、ぜひ、参加してみてください、はい、いつですか、明日、はい、明日明後日2日間です、はい、土日で行われるそうです。どこでだっけ、はい、と宜野湾市民会館と中央公民館でしょうか、になります。ぜひ足を運んでください。はい、続きまして宜野湾市社会福祉協議会からのお知らせです、はい、第2回普天間中学校区協議隊タウンミーティングが2月2日金曜日、本日ですね、今日ですね、はい、行われます、うん、はい、地域で支え合う地域づくりを目指し、皆様のざっくばらんな意見交換を し話し合いをする場です。普天間中学校区にお住まいの皆様、楽しく交流しながら地域づくりについて一緒に考えていきませんか、うん、普天間中学校区のエリアは野岳1区から3区、普天間1区から3区、荒城区、旧名区の地域になります、はい、本日ですね、2月2日金曜日午後6時半から、うん、場所は普天間3区公民館です、はい、ともちろん普天間中学校区以外の方でも参加大歓迎とのことなので、うん、興味がある方はぜひお気軽に参加してください。本当ね、自分の地域はこう自分なんかでこう作っていこう、守っていこう、はい、こんな風に良くしていこうという、はい、取り組みの本当に第一歩というか、それをワイワイ楽しみながらやるということなので、はい、もちろん、このなんていうんですかね、いろんなざっくばらんな話ができるの で、はい、で交流会とかもありますので、はいはい、ぜひ、今日ですが参加してみてください、はい、今日の午後6時半からになります、うん、はい、ちなみに僕もこれ今日行くんです。あ、行くんですね、うん、やっぱりね、地域のこの企業として、はい、放送局として何ができるのかっていうのをちょっとね、はい、探っていきたいと思います。おー、そこでまた何かいろいろ情報を得られるかもしれないですね。そうそうそう、それもあるし、うん、もういろんな意味で、あと楽しみたいというのもありますし、はい、そういった意味で、はい、行ってみたいなと、はい、もちろん飲みますので、おお、はい、へべれけになります、へべれけになりながら、うん、では楽しんできてください。はい、はい、以上 FM 宜野湾からのお知らせでした、はい、さあ、もうすぐ9時台ですが、ニュースを挟んで今日はテーマトーク、9時台はたっぷりしたいと思います。皆さんのメールも紹介します。はい、ですね、今日のテーマは自分へのご褒美、ご褒美、はい、皆さんまだまだメールをお待ちしております。メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com です。チャンネルはそのまま、9時台もですね、 FM 宜野湾でお楽しみください。Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called... 何言ってんだ、最後が分かんねえ。それがプレゼントと呼ばれる。最後分かんない、マスさん。ああ、だから、ああ、なるほど。すげえ。何このかっこいい感じ。ミステリー、ミステリー。ちなみにこの画面に見たらさらにあれに似てるぜ、 ELT。 おお、そうですか、うん、あ、今日出てた、昨日かな、テレビで出てたんですよ、うん、なんか変な感じがしました。え、似てると思った。どうなった、似てた、似てなかったです。はいはい。読み間違いかもしれないです。人違いかもしれない。人違いかもしれない。
誰の人違いですか。昨日出てたんだ。なんか昨日かな。昨日ですね。昨日出てました。モッチ。モッチ。あっち向いてるな、あっち。あっち？見てるけどな。初めて言われます。今のところ山内さんにしか言われてないです。でもほら、みんな見たらあーって言うじゃん。あーってなるのかな。か、新聞。ELT のモッチだ。時刻は9時を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムス、八重山日報沖縄本島版からニュースをお伝えします。まずは琉球新報からいきます。すいません、ちょっとまずは琉球新報の社会面から。第2章運動場再開へ、普天間窓落下5日から。こちら、昨年12月に米軍ヘリから窓が落下して以来、運動場を閉鎖している普天間第2小学校は5日から運動場での体育の授業を再開します。1日に開いた保護者会で説明しました。まだ早いと戸惑う保護者がいる一方、よかったと学校に理解を示す保護者もいました。第2章はこれ以上待っても米軍から飛行禁止の確約を得られる見込みがない、子どもたちの学習権を保障する必要があるなどの理由から再開を決めました。保護者会でキャン校長は、苦渋の決断だ、批判を受け止めながら説明を尽くしたいと語りました。続きましても、琉球新報のこちらは市町村面から。宜野湾の文化財学ぶ、5カ所巡るバスツアー。宜野湾市国際交流協会は1月27日、宜野湾の文化財を学ぼうバスツアーを市内で開催しました。普天間宮にあるホラー穴や旧名の石獅子群など市内5カ所を巡り、史跡にまつわる昔話などを交えて紹介しました。3回目となる同ツアーには市内外から32人が参加、沖縄の歴史や文化などに触れました。続きまして、沖縄タイムズ社会面からいきます。と、県内私大入試スタート、沖国大が先陣。県内の私立大のトップを切って、宜野湾市の沖縄国際大学で1日一般入試が始まりました。今週から来週にかけて各大学は本格的な受験シーズンを迎えます。沖国大には4学部11科専攻に718人が志願し、倍率は 4.15 倍。試験の開始時刻が近づくと会場は張り詰めた雰囲気に。受験生はギリギリまで参考書をめくったり、友人らと健闘を誓い合ったりしました。最後に八重山日報沖縄本島版から、こちら一面からお伝えします。普天間の即時停止求め決議、米軍県民軽視、県議会が全会一致。沖縄県議会は1日、県内での米軍ヘリコプターの相次ぐ不時着や小学校上空での飛行確認を受け、所属機のトラブルが続く米軍普天間飛行場の即時運用停止を求める抗議決議と意見書を全会一致で可決しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。もう一回撮るか。はい。後で。はい。最初がもう。あ、すいません。ボロボロですね、はい、失礼しました。あってなっちゃいました。あってなっちゃいました。はい。
マイクにガンガン当たってる。今回マイクにもガンガン当たってるしね。なんか今日当たった。あげて。天然だから。天然はね、何かにぶつかるんですよ。そう、そんなことないですけど。しかも順番もちょっと間違えましたね。並べればいいか。いや、白子さんがね、マナミンさんには何を言っても心に響かなするのは難しそうだね。山さんの言葉はだいたい心がこもってないことが多いしね。心こもってないですか？心こもってないんですか？どうですか？いや、こもってるつもりで受け止めてますよ、ちゃんと。全部？はい、あ、全部ではない。だいたいこもってないですからね。うん、適当です。今日でも温まったかな。距離感は分かるんですよ。マナミン分からんだろ。え？マナミン分からんの。距離感？うん。いや、分かりますよ。本当？なんか今日はたまたまぶつかるだけで。あなたは近い方でしょ、人と人のあれが。近くに来られても別に。あまりに近すぎるとあってなりますけど、でも多分ちょっと離れる方だと思いますよ。距離保つ。近い人いるよね。はい。言い訳しない。俺すんなさい。よかったね。よかったね。こんなやって言って言うってことは、はい、もう親しみが湧いてるってことです。よかったです。なら何より。うん。さあ、テーマトーク行こう。はい、時刻は9時6分を回りました。モーニング8水曜日、マナミンと山内がお送りしております。今日のテーマは自分へのご褒美です。はい、はいはいはい。しかし一向にテーマトークになりません。この1時間全然やらなかったね。今日すごいですね。、うん、テーマに触れてないですね。いろいろ調べた。ただちょっとね、やっぱ触れていきたいと思います。はい、せっかく決めたテーマですので、はい、あなた自分へのご褒美、はい、何がありますか？私は、うん、やっぱ甘いものが好きなので、うん、あのコンビニの、うん、コンビニスイーツ、うん、をちょっと高いやつを買ったりとか。ちょっと高いやつっていくらぐらいなの？ありますよ、あの300円超えるやつとか。コンビニのやつって安いから、あの100円とか150円以内とかで買えるからいいじゃないですか。うん、あれをなんかまあ300円とかでちょっとパフェみたいなのがたまに売られたりするんですよ。ああいうのを、うん、まあ、毎日というかは買えないから、うん、ちょっとなんか自分の頑張ったなと思った日とかに、あの今日は食べちゃえ。どんなきっかけであれするの？特になんかこういう時にって決まったのはないんですけど、うん、その時の気分ですかね。なんかもう今日は。じゃあご褒美でも何でもできない？いや、でもご褒美ですよ。毎日食べるわけではないので。でも本当にその日は頑張った日、はい、本当に頑張った日です。例えば、うん、例えば新しい仕事に着いた初日とか、うん、初日食べた？初日こっちで食べましたかね。今回は食べてない。あの パタパタしすぎて。あ、でも、うん、そっか。でもその後に、うん、コンビニで何かを買ったような。甘いの買いましたね、コンビニスイーツ買った。はい、そのでもちょっとタイムラグがその日じゃなかったですね。あ、そっか、はい。ですね、マサオさんから来てますよ。寒い日のコンビニおでんと肉まんは自分へのご褒美感がある。うーん、どうですか？はい、コンビニおでん、あんまりコンビニのやつ食べたことないんですよ。あ、そうなの？はい、おでん自体、おー、食べたいですね。冬、そっか、冬だったら
いいかもしれない、うん、あとさ、やっぱりお店のおでんを食べに行くというのも、はい、僕はなんかご褒美感があるなと思いますけど、うん、あ、いや、本場のというか、あのそう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 、美味しいやつね、まあ、コンビニのもうまいですけど、はい、さあ、皆さん自分へのご褒美、このようにですね、ちょっと今日は、テーマでお送りしていきますので、ですね、メールコメントお待ちしております。メールアドレスは797@fmginoan.com です、はい、はい、たくさんメールそしてコメントお待ちしております。はい、さあ、ここで1曲お届けします。進撃の名ちゃんリクエスト、ゲームチェンジャーズ with 中田泰孝、テッドロイド。読めんわ。リクエストですか。リクエスト。飲みかけない。チコさん、わかる。あれいいよね。手温めたりね。ああ。まなみ、まだ下ネタ体制がないんですか。下ネタ体制整ってない。あ、ペコさん来てたんですよ。このコンビで放送してどのぐらい期間経つの。結構距離感を感じるね。だいたいマナミンと一緒に仕事し始めてからも1ヶ月ぐらいですからね。1ヶ月くらい、うん、いかがですか。マナミン、はい、それは何、うん、仕事それとも放送。放送、どっちも。放送は、はい、まあ、今からでしょうねっていう、はい、あの距離感はありますよね、はいはい、仕事はね結構頑張ってますよ。すごい覚えるの早いと思います、うん、天然の子は仕事意外とできるんだよね、うん、そこも含めてじゃあ天然。マナミは天然だと思うよ。あ、認める時期なんですかね。今までずっと認めてこなかった。どっちでもいいんじゃないですか。認めないというのもありますし。だってさ、マナミンと喋ってても俺いつも敬語だもんね。違いますよ。それぐらいの距離感です。やっぱさ、そんなことないですよ。そんなことない、はい、そうなんだ、うんうんうん、ラジオ終わったら敬語ですか。ありがとうございます。そう。うん、ベッポさんが微妙な期間ですね。このマナミさんの天然さに山さんが、近づけないとは。あまり近づくとセクハラなんて言われるしね。でも僕そんなにセクハラしてないですよね、あなたにね。セクハラはないですね。セクハラはないですね。他があるみたいにね。いや、大丈夫ですよ。俺がセクハラしてるのも別に見たことないの。今のところあるんですか。じゃあこれから見ることに。マナミにはしないで。ん、マナミにはしないで。しない。見かけたら言って。じゃあ見かけたら。あれですよ。石ころさんが徐々におじさんたちが下ネタ体制作るからって。え、3月までに慣れさせる。あと3月末末ですっけ。そうそうそう、あとちょうど2ヶ月。だからマナミンが最後の放送の時にぶっこんでくるんじゃないですか、ね。その時にじゃあどうか買わせるか。買わかわさないで受け止めるじゃん。受け止めて返す何かを。うまい返し方があるはずなんです。うまい返し方、うまい返し方をそれまでに学べるかな。見つめまくって。
でもね、セクハラする意識は実はあんまないっすよ、本当に。あの、もうスタッフになった時点で女性ってあまり見れないじゃないですか。だから、そんな。そうですね。やこさんが来てますよ、質問。沖縄の人、私、うちのんちゅです。これでも。方言、あ、そっか、出ない、出てないですか。出てないね。話、イントネーションも綺麗だし。この、昨年東京に行ってたんですけど、その時も確かに沖縄なまりはないって言われました。ないのかな。じゃあメリコ。はい。時刻は9時15分を回りました。早いですね、はい。あっという間に、15分ですけど。さあ、はい、メール来てます。はい。どうぞ。はい。これはエコザイルさんからですね。マナミンおはよう。ヤマチンおはよう。エコザイル出すよ。うん。自分へのご褒美ね。もちろんお酒。一日の終わりにアルコール消毒する。最高の贅沢だよね。ねえ。で、おじいの命日とかにはちょっと高い日本酒とかで愚装のおじいと乾杯してるさ。へえ、かっこいいね。じゃあ後からや。え、PS なんかありますね。2月11日の闘牛大会の観戦チケット当たったから一緒に見に行くねえねえ探してる。マナミン行く？連絡先は山ちんに聞いたら分かるよってことです。わ、闘牛見たことない。公開ナンパだな。すごいですね。ナンパじゃないか。どうですか、お誘いが。うん、お誘い行きますか。闘牛大会見たことないんですよ。まあ、見に行ったらいいんじゃないですか。2月11日空いてればぜひ。はい。でもちょっと興味はあります。一個こう乗っけますよね、はい、伏線空いてれば空いてればまあまあとりあえず。エコさんと会ったことないよな。ないです。あ、会ったことない人と二人で行くのはちょっと辛いよね。二人はちょっとあれですね。誰か大人数でいるかな。多分二人きりだと私あんま喋らないですよ。最初人見知りなので。それはもう全然あれにはならないですよ。エコさんはもう結構喋るから大丈夫ですよ。なるほど。まあまあ45ぐらいの。45くらいの。あ、前あれ確か彼女を紹介しようっていう話のあれですね。そうどうですか、行きますか。考えときます。デート考えときます。続いて大塚健二さん。まなみんさん、山内、おはようございます。大塚健二です。沖縄滞在中はお世話になりました。昨日帰宅しました。本日の天気、今雪、降水確率 70%、 最低気温マイナス2度。楽しく放送を聞いてますということで、このご自宅の写真も送られてきてるんですが、雪が車に積もってますね。すごいですね。すごいね、これ大変だな。あ、もうやっぱ雪なんですね、本土は。ねえ、これちょっと歩いてみたいな。ザクザク行ってからに。滑るかな。埋もれてしまう。埋もれるほどじゃないですか。足が。あ、はいはいはい、なるほど。ということで、はい、大塚健二さん、はい、またいらしてください。楽しかったね。楽しかったですね。毎日この出勤すると大塚健二さんがいるっていう。私より早かったんで。はい、賑やかせてくれてね、本当に、はい、楽しかったですね、はい。この人ほど本当にいろんな人と飲みに行った人はいないんじゃないでしょうか。そうなんですね。とっても輪をこう広げたり、場を和ませるのが上手でしたね。そうですね。時には猿に変身したり時には毛が増えていたり
若さを取り戻して髪の毛増えてましたね、うん、ない方が良かったよ、はい、まあ素が一番ですよ。そうです、はい、続いて、はい、どうぞ、はい、とナチュラーマナミンに山内さん、うん、今日も元気におはもっこり石ころです。石ころさん、石ころさん、はい、自分へのご褒美は給料日に一人でコンビニの寿司を買って食べること。うん、もちろん家族には内緒だぜ。1ヶ月頑張ったご褒美は大事だぜ。マナミンに山内さんは給料をもらったらご褒美やってる？僕はやらないっすね。給料でご褒美はないですね。ご褒美自体あんまりしないです。ご褒美自体しないですか？うん、あんまり我慢する、普段から我慢してないから。あ、じゃあもうあれですか、なんか例えばこれ食べたい、これ欲しいがあったら、じゃあ何か頑張ったら買おうとかじゃなく、じゃないじゃないじゃない、あ、買っちゃえみたいな。そうそうそう、全然頑張ったら買おうとか意味がちょっと僕は分からないです。あ、うん、なるほど。ただ物欲があんまりないので、はい、何か買いたいっていうのはないわけ、はい、強烈に、はい、ただ食べたいとか飲みたい、もう飲みたいが多いかな。飲みたい、うん、この日飲みたいっつったら、はい、頑張ったら飲もうとかじゃないんですよ。うん、絶対に飲む、絶対に飲む一人でも何でも絶対に飲むっていう、何が何でも、何が何でも、そんな感じです。あ、結構じゃあこのお酒を飲むのがご褒美って方も多いんですかね。うん、多いと思いますよ。ちょっとね、つまみを凝ってみたり。あ、あ、それは聞いたことありますね。確かに、なんか、うん、給料日、給料入ったからおつまみ高いのにしたとか、うん、っていうのはたまに聞きます、ね、確かに、うん、やったことはないですやってみたら、やってみたら、あ、例えば高いおつまみって何ですか？高いおつまみ、高さで言えばもう何でもあるんじゃない？何でも、あ、牛、焼肉食いに行ったりしたらいいさおつまみあ、カルディ行ったらいい。カルディ、カルディ、あ、カルディ好きですよ。高くて美味しいのあるからさ、 おつまみ、あ、うん、あ、いいかもしれないですね。ソーセージ好きですか？好きです。あっちの800円ぐらいのソーセージめっちゃうまい。800円もするのがあるんです。あ、そういうのだったら確かにご褒美になりそう、うん、そうそうそう、めっちゃうまいですよ。まず食べてみて、はい、じゃあ今度給料で、はい、この給料、この初任、ん、初任給、初給料、初給料でカルディに行って、うんうん、ソーセージを買うそうで食べる、はい、で僕の分も買ってくる必要ですか嘘です。はい、さあ、続いて進撃のめいちゃん、ありがとうございます。まなみさん、山内さん、おはようございます。生放送お疲れ様です。今起きたなう、めいちゃんでございます。自分へのご褒美、やはり飲みに行くこと。あ、やっぱ飲みに行く。ただし給料日明けですけどね。あとカラオケに行くのも自分へのご褒美ですね。では楽しく聞かせていただいてますということです。カラオケも出ましたね。カラオケ、カラオケもご褒美になるんですね。カラオケ行きますか？カラオケ最近は行かないんですけど、うん、ちょくちょく行ってました。でもそこまで行く回数はないかもしれないですね。一人ででも行く？一人では一回くらいは行ったことあります。何すんの？ナナミボーってしてるだけだろ。うち歌いますよ、歌いますよ、歌いますよ。ずっと探してそうじゃん一応探してあってなりますよね。なんか相手が歌ってる間に探すとかじゃないですか普通。自分だったら自分歌ってる時に探せないしみたいな。なかなか大変ですよね。大変だよね、はい、探したらあれ、うん、私何してんだろうってならない？違う、それはないですよ。ない、ならないです。でも逆に、うん、あ、今ちょっとじゃあ歌わないでだらっとしとこうみたいなっていうのはあるかもしれないですね。あるでしょ絶対、はい、ご褒美、自分へのご褒美、はい、うん、はい、映画とかいいと思いますよ。あ、映画、うん、あ、なんかいろいろ私が考えてたのとは
なんか違うご褒美がどんどん出てきましたね今日は。こう飲みに行くであったり、うん、なんかあなたのご褒美はスイーツ以外あるんですか。スイーツ以外、うん、まああとはたまに何ですかね、洋服、洋服もでもそうでもないか、でもやっぱ甘いものに行きます。あとはスタバスタバの新商品コーヒー、コーヒー、あのフラペチーノ、あーはい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 、とか、うん、あスタバのフラペチーノにかつスタバのこのスコーンとかを一緒に買って食べる、あれは結構なご褒美です。あそうかもね、うん、ちょっと高いしね、うん、うまいしね、はい、うん、うんうんうん、なるほど。でも映画もいいですね。そうそうそう、映画行くの、うんうんうん、自分へのご褒美で、はい、一人映画ですか。そうそうそう、うん、あ、贅沢にね、贅沢にちょっと、うん、時間をゆっくり使っていいんじゃないでしょうか、はい、あるいは、自分へのご褒美、はい、ずる休み一緒のこと、平日ね、平日、あ、うん、平日、週末休みではないですよ、はい、平日に休むという、うん、自分へのご褒美、自分へのご褒美、どうでしょうか。休んで何をするんですか。あ、もうたひたすらぼーっとするみたいな感じ。あ、びっくりした、今、うん、どうしようかなと思っちゃったよ休んで何しよっか、うん、ドライブとかぼーっとする、あ、もうぼーっとした方がいいね。ぼーっとするのが多分あれじゃないですか、うん、贅沢だね、はい、そうしましょう、はい、皆さん、働き疲れは、やめてください、はい、ぜひ自分へのご褒美よろしくお願いします。与えてください、はい、ではモーニング8金曜日、まなみんと山内がお送りしました。はい、さよならさよならでいいんです。締め方がそういえばわからないなと思って書いてあるでしょ。じゃあなんか、あ、そっかそっかじゃあ時間もあれだし、あ、どうしようどうしようみたいな。山さん、職場でもマナミンって呼んでるのかな。